一回り大きくした新機種を来月発売します。大きくなった画面は視野角が広く、使う本人だけでなく周りにいる人も画面を一緒に見られるのが特徴です。また高齢者にも画面を見やすくすることで新たな利用者層の取り込みを狙います。